あのですね、SNS とかであの他人にすごく絡んでしつこくなんかああだこうだって言ってる方って時々お見受けするんですね僕のところにもいらっしゃるしそれから他の方にも絡んでいって、まあ、大体の方が被害を受けてるでこういう方々があの、まあ、僕のこれ推定なんですけど比較的んシニアな男性に多い感じがあるんですよ統計的にちゃんとそんなそんな冬からの事情について。 あの統計を取ることはしないですけどあのまあなんとなくそういうふうに印象があってでそれはどういうことかなと思った時に僕はその、まあ、テストステロン男性ホルモンっていうのがあってその自分自己承認欲求ってなってね俺のことを認めろみたいなだからよく最近話題になってる教えマンみたいなのもそうですよね頼まれてもしないようにやった後と教えるとかあれは要するに自己表現欲求っていうか自分があのなんか思い切って。 何かを表現してそれを認めてもらいたいんだけどそれができてない人がフラストレーションで他人に絡んでいくとかあるいは何かその SNS 上で何か意見を言ってる人に対してその人の意見を貶めることで自分が相対的に上がるという錯覚を持つ実際には何も変わってないしその人は元の惨めな存在でしかないのにで僕そういう人にあのおそらくこの、えー、と動画を見てる人の中でもそういう人が何人かいらっしゃるかもしれないんですけども。えー、強くお勧めしたいのはあののはあ自分の 意見というか自分の作品を表現しましょうよってことですね SNS の使い方として他人に絡んでああだこうだ言うってらのは全く間違っていてその背後にあるのはやっぱり自己承認の欲求というか社会に周りに認められてない自分に対する寂しさが大抵あると僕は拝察するんでございますねだったら自分の意見を表現をすればいいじゃないですかそうすると他人に絡もうって気もなくなるんだと思うんですよね でそのえい、ー、と心理的な,なんていうかなメカニズムの洞察ができない人はやっぱりダメな人なんだろうなと思いますあの。要するに間違ったテテスストステロンの振り向け方といううんでしょうか自分で思いっきり表現していればそれがどういう評価を受けようとそれは全部自分が引き受けるわけですから潔いですしそういうことをする方が成長するしあのそれができてないからといって。 自己承認欲求の吐け口として他人に絡んだり他人を貶めようとするのは本当にみっともないんでやめたらいいなと思いますあので、えー、と僕は、えー、とそういうことについては慣れてるんで事象として別にへとも思わないんですけどただノイズとして無視するだけなんですけどお気の毒なのが特に女性の SNS やってる方々がそういうのにか,らそういうなんかわけわかんないあのクソおやに絡まれると本当お気の毒だなと。 思ってますあの、はい。最低最悪の人たちだと思ってます。あとですねその <laughs> えと、まあ、僕なんかだから普段ん YouTube なんかも出してるし Twitter でも自分の言いたいこと言ってるんで誰かと別にするんですよね。別に普段から何かいろんなこと言ってるから別にあの誰かの目にかかった時に自分の意見を主張するっていう気持ちがないというかで,ですからあのむしろ人の話を聞いて、まあ、そういうことをラジオとかテレビで あのゲストの方の話聞くみたいな仕事もずっとやってますけど、まあ、そういうのはさせていただくんですけど普段その思いっきり自分の意見を主張する機会を持たれてない方に限ってあの誰かと会った時にこれは僕に対してだけじゃなくていろんな方に会った時に自説を主張されようとするそういう時にああ今聞いてもらいたいと思ってるんだろうけどこの人が表現すべき場所はここじゃないんだよなって思うんですよね。別のととととこころでちゃんとそういういを表現ししてればむしろ誰かと会った時には 別に聞き役だけやる必要はないですけれどもでも自分がしゃべりっで相手の話を聞くというバランスを取ることによってより豊かな世界が開けるのになぁという思い残念だなと思っております。検証でした。